です。かっぱ橋のツビリングに来ました。皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。いよいよスノーフレークのわなべの S サイズと、あとツイスト、ラメールとカンパーニュが発売されましたね。皆さんお迎えされましたでしょうか。私はご覧の通りかっぱ橋に行ってまいりました。で、かっぱ橋はパンの材料とか、まあ、型とかそういうのをすごい、もう全然すごく昔、10年以上前から、何年ぐらい前、もっと前ですね、から通ってて、よくかっぱ橋は行ってるんですけど、ツビリングさん狭いので、なんか全然あんまり行ったことなくって、で多分今回3回目ぐらいですかね。はい。で、いつもなんか直営の方だと違うとこ行ったり、まあアウトレットがすごく多いんですけど、もう久しぶりに行ったんですけど、やっぱりすごい狭かったです。2階に商品ね、展示してるんですけど、前に行った時もだいぶ前なんだけど、でも、そう、今回って、ほぼパッキンが積み上がってたんで、なんかお店って感じじゃなかったです。全然なんか結構びっくりしちゃいました、それに。はいはい、ちょっと話が長く、いつものようにね、話がちょっとそれちゃいましたけれども、本題に戻ります。はい、前回のねラメールの時も、夜中の2時にオンラインがスタートしてね、もう朝起きた時は完売とかっていう風な感じだったんですけど、私もなんかオンラインは何時にオープンするかわからないって書いてあったので、公式の、はい、今回も2時なのかななんて思いながら、なので全然0時になった時は友達と LINE してて、全然ノーマークでチェックも全然してなかったんですよ。で、1時半ぐらいになって、あ、そうだ、もう売り出してるかなって、もしかして0時からなのかなと思って見たら、もう在庫がありませんみたいに出てたので、もう完売しちゃったんだと思って、でも朝起きたら全然普通に売ってたので、なんかやっぱりラメールの時より、ラメールのリリーちゃんの時より全然なんか余裕なのかなっていうふうに思いました。すごいアクセク、もうすごい初日にすごい絶対並ぶぞみたいな感じではなくって、今回はとっても落ち着いた心で参戦をしまして、でかっぱ橋のツビリングさんで無事にお迎えをすることができました。結構 DM くださったり、メッセージしてくださったりとか、本当に皆さん買いました、私も買いましたっていう風にご連絡というか、ご連絡というかメッセージね、いただいて本当にありがとうございます。私のお迎えしてきたものご紹介をしたいと思います。何を買ったでしょうか。じゃじゃーん。本当にお迎えできてよかったです。今はオンラインが売り切れにはなってるので、本当にお迎えできてよかったです。はい、じゃじゃーん。ちゃんとシリアルナンバーが入ってます。さて、何でしょうか。見えてる。じゃじゃーん。スノーフレークのカンパーニュです。24センチも並んで置いてありました。すごい可愛かったです。スノーフレークね、去年すっごい欲しいってもうほんと嘆いてたんですけど、お迎えをすることができたので、揃いになってさらにさらに嬉しいです。じゃじゃーん、すっごい可愛いです。なんて可愛いんでしょう。わなべの S ってすごい可愛い。なんか全然わなべの S にご縁がなかった感じでずっと来たんですけど、最近もう
にわなべの S だらけになっております。嬉しい悲鳴ですね。スノーフレーク、すごい大きいとまたすっごい君臨していて、この雪の結晶がとっても大きく描かれてて、それはそれですっごい可愛いんですけど、ちっちゃいのもすごい可愛いですね。すごい可愛い。でこのカンパーニュのお色が雪の結晶なので、本当にクリスマスシーズンにぴったりだと思います。とっても可愛い。なんか憎いですよね。でお店の方に聞いたら、24センチは海外だとすごくもうなんていうんですかね、マイナーというか、あちらの家庭ではなんかこうすごくいいサイズっていうことなんですけど、これはまあ日本用というか、はい、日本はねちょっとそんなに海外みたいにそんな大きいお鍋じゃなくていいっていうことで、日本のようにお出ししましたっていうふうにおっしゃってました。はい、カンパニー買いましたって DM くださった方も本当にありがとうございます。はい、嬉しいですよね。これから本当冬のシーズンなので使うのもすごい楽しみですね、はい、そしてカンパニーを買ったんですけれども、あともう一つ買っちゃいました。はい、ご紹介したいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃじゃん、シフォンローズも買っちゃいました。シフォンローズはシフォンローズで可愛いです。さっきカンパーニュで言わなかったんですけど、これ真鍮なんですよね。こちらがシフォンローズのスノーフレークです。可愛いです。すごい可愛い。 S はこの間ね、クラムルのリリーちゃんの花辺の S 変えたので、あとはそうですね、このシフォンローズのこの S も持っているので、4個目かな。はい、これでまたね作るの楽しみですね。一人お鍋みたいな感じで使えるのですごいいいですね。まだね和鍋のシフォンローズの S しか使ってなくて、まだリリーちゃんも本当もう交互しすぎてちょっとまだまだ全然使えてないんですけど、はい、なのでこれはまあちょっとね冬のシーズンにこれから使うの楽しみです。これもでもちょっと可愛すぎてちょっと使えないかもしばらく、ちょっとまた目で時間がすごく長そうな感じですけど、全然興奮してるから中とか全然ご説明してなかった。この中はね和鍋のやつなので丸みを、ここが丸みを帯びている感じですね。ちょっとこういう感じ。スノーフレークは2つ、カンパーニュとシフォンローズをお迎えしました。はい、で同じね一緒に発売されたツイストのラメールとカンパーニュは買いませんでした。はい、ラメールがねやっぱり大人気でもう完売してるっていう風に早々完売してるそうですけれども、ラメールもすごい好きなのでまあ欲しいかなっていう風に思ったんですけど、去年スノーフレークを買えなかったのでその思いがすっごい強かったので、今回はスノーフレークの和鍋の S サイズだけにしました。はい、やっぱりラメールすごい根強い人気ですね。はい、それでこのねじゃじゃーん、スモールフォンデュセットっていうこちらをくださいました、プレゼントで。はい、これね4200円ぐらい、2400円じゃないよね、4200円ぐらいだと思うんですけど、これをなんか入れてくれました。だからこれでフォンデュ鍋なの、和鍋ってとか思ったんですけど、まあこれでねフォンデュするのもいいってことですよね。これをつけてくれたってことがことだから、だからきっとクリスマスシーズンなのでこのね和鍋の S でフォンデューしてすごくパーティーとかしてねっていう感じなんでしょうね。これ本当もらえるって思ってなかったのでとっても嬉しいです。なので、ね、せっかくなのでフォンデューもやってみようかなっていうふうに思ってます。はい、今日はそんな感じで新しく発売されたスノーフレークの和鍋の
S サイズシフォンローズとカンパーニュの開封動画ご紹介でした。はい、さっきも言ったんですけど、DM くださった方もいますけど、私も買いましたっていう方がいたら、せっかくなのでコメントとかいただけたら嬉しいです。はい、では今日も最後までご視聴ありがとうございます。この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。